静かな海岸通りで旅の始まりを待ってる。思いがけない展開を頭の中で描きながら、砂浜に押し寄せる波音、君だけに届けたくて、冷たく吹く潮風に魔法をかけて花とを、素敵なことや最悪なことでさえも全部一つカバンに詰め、共に旅路の彼方へ。いつもと違う街の景色が僕のモヤモヤを空にしたよ。狭い部屋に閉じこもってた自分との距離を置いてきたよ。長く長く続く道のりを先が見えなくても進むよ。いつか草探してたもの、いつか掴めるはずさ。握って右手に空白の楽譜を新しい自分に変えたくて、古いプライドを捨てたくて、青色の道を歩くよ。未来を変えるために、冬の島根響く。すぐに泥を黒いかけらを、いつか光に変えれるさ。触れたことのない大地に触れて深く感じたこと、少しまた大人に友の優しさが僕の背中をずっと押し続けてた。いつもと違う街の景色が僕のモヤモヤに教えてくれた。いつかきっと出会えるはずさ、自分が誇りに思えること。長く長く続く道のりを少し不安だけど進むよ。すぐそばに近づいてるよ、君が望んでる夢。
がとうございます。こんばんは、船引浩太と申します。今日は8月入ってから2回目のライブになります。今ただいまですね、この2週間の間にですね、両足を痛めまして、左足は2週間前の日曜日に踏み切りでこけましてね、前に、おばあちゃんが歩いてたんですよ。で僕チャリやったんですけども、ちょっと避けなあかんなと思って、ちょ斜めにこう走り寄ったら線路の溝にタイヤがズボッとはまりまして見事こけました。ですりむいてここと、膝の裏を痛めまして、で先週もう右足はですね、先週マラソンの練習してたら今度涼しかったんで調子乗って飛ばしとったんですよね。そしたら下りのところでです、急に右足痛くなりまして、走れなくなりました。でまあ病院行ったんですけども、まあまあ専門的にちょっと言ってること分からなかったんですけども、まあ足がの筋肉が多分びっくりしたみたいな感じで、ただいま痛めてまして、少し弱り気味でありますが、でも今日というこのライブでその痛みを吹っ飛ばして、歌っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。でこの8月はですね、旅をテーマにこう歌おうと思いまして、1曲目は果てしなき旅路という、何年か前にですね、鹿児島に旅に行きまして、その、旅をテーマにした曲が今さっき1曲目に歌った果てしなき旅路なんですけども、で2曲目がですね、次歌うのが旅人という曲です。この曲は僕が人生で2番目に作った曲なんですけども、2003年にちょうど専門学校通ってまして、課題で作りなさいっていう感じで作ったんですけども、まあ、ちょうど阪神が17年ぶり入賞した年に作った曲です。まあ阪神は関係ありませんが、まあそんな感じでですね、次の旅人という曲、まあ、実はこの曲なんですけども、作ってから一度も歌ったことないんです。土曜日のライブで初めて歌いました、先週の、まあ、そんな歌を今から歌います。どうぞ聴いてください。飛べない鳥の矢に、もう一回いきます。飛べない鳥の矢に立ち止まり苦しむ、どこへ行けばいい、草原のレールをひたすら歩いてく、歌の聞こえる方へ、どこまでも高い壁を越え、悲しみに打ち勝つ、愛する人のもとへ、おー旅人よ、世界の果てに夢を乗せて、体中で立ち向かえ、を手にしたぬくもりを離し、
前に進む温かい手を求めて虹を渡ろう。広い丘の上で冷たい風が吹く。太陽に背を向けて今旅立つ。見えない別れを繰り返し試練の道を進む。おー旅人よ未来に向かい過去を優しい手に押されて